平治は先を促しました。この気の長そうな武家と付き合っていると、先へ行く金屋の一行の姿を見失いそうになるのです。いや、一応の詫びを申し上げた上、改めてお願いの筋がござる。ええ、いささか多分をはばかるが。大丈夫ですよ。この通り野面の見通しで、からかみもついたてもあれやしません。立ち聞きしているのはかかしぐれのもんで。さようか。では申し上げる。実は拙者司祭あって、金谷の一行の誰かが所持している三通の密書を奪い返すため、この旅をいたしておるものでござるが。銭形平次はあっと息を呑みました。予期したことではあるが、ここにもまた一人三本の恋文を狙っているものがあったのです。もっとも三通の恋文と言わずに、三通の密書というところに素性と人柄の良さがあり、同じく日本雑誌でも友部源蔵や鈴木俊作とは違った世界に住んでいることだけは確かです。その三通の密書を拙者の旧友有沢金之助を打って奪い取り、名古屋まで持ち込んで一騒動を企もうとしているものがござる。秋月何がしは素朴な調子で、三本の恋文にまつわるいろいろの事情を説明してこう続けました。去る大藩の安泰のため、一つはまた人に優れた美しい女人のために、その三通の密書を奪い返す助勢をしていただきたい。高名な銭形平次殿と受けたまわって、折り入っての願いでござると折り入っての頼みだったのです。平次は黙って相手の顔を見つめました。しばらくは挨拶のしようもありません。平次殿、ご貴殿の命地で三通の密書を奪い返してはいただけまいか。拙者では誰が所持しているやの見当もつかず、江戸からここまで金谷の一行を追って参ったものの、ことごとく並行いたしてござる。訴える目の正直さ、平次は妙にこの長身の若い武家に心惹かれます。その三本の密書とやらを奪い返してどうなさろうと言うつもりです。平次はもう一度疑ってみました。この正直そうな浪人者も、鈴木俊作と同様、三本の恋文を尾州のお内室おゆら様に売りつける気でいるのかもわからないのです。三通の密書を悪者の手から奪い返し、災いの根を立てばそれで十分でござる。拙者の手元まで返すには及ばず、即座にお焼き捨て下すってもよろしゅうござるが。その気ならこの浪人者を味方に入れても大した間違いはなさそうです。ところで平次殿、拙者一大の恥を申し上げるが。秋月何がしはそっと額の汗を拭くのでした。恥とおっしゃると？戸塚の中村屋の裏口で友部源蔵が切られた時、拙者は曲者の後に続いてあの路地に飛び出し、滑って転んで死骸の上に倒れたことはお察しの通りでござるが、あの時ふと死骸の懐に手を入れ、引き出したのはこの紙入れ。秋月何がしは大きな紙入れを一つ内懐から出して平次に見せるのです。存外に野暮な大一番のでっかい品で、中には三通の密書と思いきや、世にも不思議な絵図面が一枚と花紙が少々入っているだけ。その絵図面を畳み込んだ袋の上書きに、極秘大久保岩見の神長安花王岩見の神獅子孫孫に伝うるものなり、禁煙のもの以外は秘見無用と書いてあるのだが、銭形平次も驚きました。これがもし七万両の秘密を包む絵図面だとしたら、あのでたらめらしいお歌の言うこともまんざら嘘ではないということになります。いかがであろう平次殿、この紙入れをお預かりくださらぬか。
死人の懐に手を入れたばかりでなく、その大事の品を奪い取った形で、過ちとは申しながら、拙者はこれを所持すると、懐中に火炎を抱くような、異な心持ちでござるよ。秋月なにがしは、恨めしそうに自分の手の中の紙入れを眺めるのでした。平塚で十字記をしているところへ、八五郎は追いつきました。おやめん、しでえめに会いましたよ。何がしでえめなんだ？お歌に絡みつかれて、骨までぐにゃぐにゃになったんだろう。平次は縁台の上で、秋の日を背中いっぱいに浴びながら、悠々と渋茶を飲みながら、旅人の動きを眺めております。絡みついたのがお歌ならまだいいが、あの浪人もんですよ。鈴木俊作とかいう。なるほど。そいつはお歌よりも始末が悪かろう。もっとも俺の方は、秋月とかいう恐ろしく融通の利かねえのに絡みつかれたが。で、なんかありましたか？三本の色踏みの匂いかなんか。俺とおめえは手柄比べをするはずじゃなかったのか？へっ、あれはもうよしあしだよ。考えてみると、どうも親分には勝てそうもね。バカ野郎。ふっ、驚くなよ。お茶をぶっかけたのは野良犬だ。見ろ、恨めしそうに飛んでいくじゃねえか。ところで、お歌の方の脈はどうだ？脈は終わりで、ドキンときましたよ。バカだな。今度はおめえの頭から水をぶっかけるよ。二人は相変わらずこんな調子で話を運びました。で、お歌は言うんすよ。三本の色踏みはどう考えてみても金谷の主人宗右衛門が持っているに違えねえと。うん。平次もうなりました。お歌も鈴木俊作も秋月なにがしも持っていなければ三本の恋踏みはなるほど金谷宗右衛門が持っていると見なければなりません。お歌はこう言うんです。金谷宗右衛門は美醜家お部屋様の口添えで出入り商人になった人間だ。三本の色踏みを本国へ持ち込んで奥方と若様を蹴落とすのは宗右衛門のほかにはない。鈴木俊作の手に入ればまごまごしているはずはなく、すぐさま江戸へ持って行って高い方へ売り込むに決まっていると。俺もそんなことを考えているよ。それがお歌の知恵ならあの女は全く食えねえな。食えるか食えねえか知りませんが、恐ろしく色っぽく持ちかけますよ。バカだな。よだれを吹きなよ、みっともね。ところで一つ面白いことがあるんだ。平次は急に真面目になりました。あら、八親分、待っていてくだすったの？嬉しいわね。なよなよと来るのは踊りの師匠お歌でした。平塚から大磯へ26丁、この長い長い花道を蘇我物語から抜け出した昔々の美女のような心持ちで品を作ったり見栄を切ったり旅人を物色したり心ゆくまで楽しみながら歩いているお歌だったのです。待っていたわけじゃねえ、景色を眺めていたのさ。嘘おっしゃいよ。私の顔を見ると急に立ち上がって頬の紐が 2,3 本緩んだじゃありませんか。待ち人来たるという図よ。またしても怪しい含み笑い。街道筋に桃色の霞が立ちそうです。ところで師匠。はいはい、これじゃ口説くきっかけにはなりませんね。何あったんと、こう来なくっちゃ。所詮事はよしてくれよ。人様が立ち止まって見ているじゃねえか。見せつけてやりましょうよ。お立ち会いの週に晩は200ずつ損をさせる覚悟で。よさねえかよ、バカバカしい。話は真剣なんだぜ。まあ怖い顔。顎が急に短くなって。怒るよ本当に。再現のね。はいはい。おめえが追っかけている七万両の絵図面がめっかったんだ。嘘でしょ。ほら、この顔が笑い出すようにしているじゃありませんか。お歌はいきなり指を上げて八五郎の方をちょいとつくのです。嘘なもんか。絵図面は畳んで袋に入って、その上に大久保岩見の神長安獅子孫孫に伝うるものなり。
血縁の者以外は被験無用と書いてあることまで知ってるんだ。それはどこに？あっさん、いえ、八親分、お願いだから教えてくださいよ。お歌は急に真面目になりました。今までのふざけきった態度からがらりと変わって八五郎に飛びついて、その胸ぐらくらいはつかみそうにするのです。友部源蔵の怪獣からめっけたんだよ。今は去る人が持っているが。銭形の親分？そうでしょう、あの方でもなくちゃ。いや違う、親分じゃねえが、ともかく確かにある人が持っているが、三本の恋文を持ってきたら引き換えにその絵図面を渡してやろうというのだ。ガラッパチは大変なことを言い出しました。その晩は小田原の虎屋泊まり。今度は入れ替わったように玉屋の一行は二階で、金屋の同勢は下。浪人秋月何がしはどこへ行ったかわからず、平次と八五郎はわがままを言って出口に一番近いこの上もなく騒々しい六畳に収まりました。親分、こんな部屋じゃうるさくって寝つかれませんね。八五郎は宵の口から悲鳴を上げております。贅沢を言うな、どうせ大した茶代の出る客じゃねえ。八五郎は首を縮めてペロリと舌を出しました。貧乏慣れた姿です。ところで親分、なんだうるせえな。おしめるが欲しいという謎か？矢に絡みつくようだが、それもありますがね。矢に正直だな、一本つけさせるがいい。その代わり甲を吹いたような飯盛りを呼んで夜更けまで騒ぐのはごめんだよ。そんなキザなんじゃありませんや。ガラッパチはそう言いながらポンポンと器用に手を鳴らしました。廊下ですぐ返事をして障子を開けてそろりと滑り込んだのは例の甲を吹いたような女と思いきや、湯上がりらしい抜群の美食、わざとくんずるばかりの素顔を見せた踊りの師匠のお歌だったのです。お歌師匠か、悪いシャレだぜ。あら八親分、野暮は言わないものよ。私で務まる御用なら受けたまわろうじゃありませんか。女の顔が見てえわけじゃねえ、こしたら酒が欲しいんだよ。八五郎は少し不愛想でした。こうでもしなければお歌は無遠慮に座り込みそうな様子だったのです。